ははい皆さんこんこにちは今回の授業はね、えー、前回シグマーという和の省略記号を話したけどもね今回は等差数列の和と等比数列の和とシグマーという記号を結びつけた話をしていきたいと思います。はいでは今回のテーマね「シグマ」と「等差」。 等比数列の和ここはちょっと省略しました等差数列の和等比数列の和を等差点等比数列の和という言葉で省略しましたシグマーという記号は和の省略記号なんです今までね数列の和というのはこういうふうなスタイルで書いてきたんです。A1 A2 A3 AM ププププララララスススス点点点ねほらこれもさ多少長めの足し算の式ですよね。 この多少長めの足し算の式をシグマという記号を使って省略することができるんですシグマというのは足し算の省略記号ねシグマの下には K イコール1 K がスタートしていく番号シグマの上には K が終了する番号の N が書き込まれるわけですシグマの右側には AK と書いてありますはい確かにね a k のこの赤のチョークで書き込んだ k に一を代入すると a 1ですね。そしてその次 k に二を代入すると a 2になりますね。k に三次の三を代入すると a 3になりますね。最後 k に n 代入すると a n になりますよね。はい。この長く書いてきた足し算の省略記号が、えー、足し長く書いてきた足し算がね、シグマ a k ね、k イコール一から n までと省略して書けるわけです。 さて今回ねこの抽象的な記号どうのこうのっていう話がしたいんじゃないんです。シグマを用いて等差数列と等比数列の和の式を作ってみましょうってことなんです。はい、まず1ね。までねそしてシグマーの右側には A+K−1D と書いてありますね。1プラス、K、1かける、D、ねこれはね等差数列のちょうど傾向目にあたるでしょう。 等差数列の傾向目ね。A1 が初項、A1 が初項ね。この D は交差ね。ここの D は交差ね。交差の D の前の係数が K-1 だと等差数列の大傾向になってるわけです。これでね、シグマ K イコール1から N までの A1 プラス K-1D というこのコンパクトな式が等差数列の和を省略している式になっているわけです。でもね、みんな。等差数列の和は公式としても 押さえてきたんだよね等差数列の初項から n 項までの和は2分の項数 n は項数ね2分の n かける a 1、ね、a n ね A1 は足し始めの先頭の初項 an は足し算の終了する末項と呼んできたわけね。はい今回この1はシグマを使った等差数列の和の形にはなってるけどもその計算結果は等差数列の和は公式でこのように学習してきたわけね。 はい、シグマで表現したこの式は実は2分の n かける a 1 a n を表しているわけです。では2番ねシグマー K =1 から n までねシグマーの右側よく見てくださいね。A1 かける r の k−1 をねこの形はどこで見てきたか等比数列ですね。等比数列の第傾向目だったわけです 等比数列は大傾向目だと右肩が k 引く一乗になっているわけです。ここの a 1が初項、r は公比でしたよね。はい、シグマの右側に等比数列の傾向目の式が書き込まれているわけ。これが等比数列の和をシグマを使って省略したものです。しかしこの和は公式がもう用意されていたんだよね。等比数列の和はここをチェックしてきましょう。公比が一でなかったと公比が一でなかったときに等比数列の和は 初項をかける一引く公比分の一引く公比の公数上ね今日の授業の内容は等差数列や等比数列の和をシグマを使った式で与えますそしてそれを等差数列の和の公式等比数列の和の公式で計算するこれが今回の授業のテーマですでは早速例題に入っていきたいと思います では例題を確認していこうね例題次の和を求めようカッコ1番がこのようなシグマで与えられますカッコ1が終わったらねいつものようにカッコ2を出しますからねはいここで重要なこと言うからねよく聞いていてねシグマ K イコール1から20これはどうでもいいのその次シグマの右側 K の一次式だよね実はね K の一次式だと等差数列なんですここ強調していきます K の一次式、ね、は等差数列を与えるんです。 はい、シグマの右側に書かれた式は k マイナス3です。k の1式は等差数列を与えるんです。ここしっかり押さえておいてくださいね。そして、この形からすぐに初項とか。交差は読み取れないんです。はい、ではね。今回の問題はどう考えたらいいか？足し算される式は k マイナス3の形です。k マイナス3。という形の式に k =1k =2k =3。そして最後。 K イコール20を代入した時どんな数が現れるかを確認していきましょうでは予シイコールで開始しますね予シイコールねはいシグマの意味は前回の授業で少し理解できましたよね。シグマの右側の k ス3に、k、イコール1台にしますここに1台にします。 一引く三マイナス二ですね。マイナス二です。次 k イコール一が代入されたから次は k イコール二ね。k イコール二を代入するよ。二を代入すると二マイナス三でマイナス一です。次二まで代入してね。k イコール三を代入するよ。三代入すると三引く三でゼロです。 次4を代入します。4を代入すると4引く3で1ですね。はい、ここからは正の整数になりました。さて、じゃあずっといくとラストはラストはここ注意シグマの頭シグマの上ね。シグマの上は20です。k は20で終わりですよ。k イコール20で終了ね。じゃあここに20を最後代入します。20マイナス3。27ですね。点点点。 プラス十七です。はい、今このシグマの式を具体的な足し算の形に書き下しました。どうですか。等差数列になってません。マイナス二、マイナス一、ゼロ、一、次にね。交差一の等差数列なんです。交差一ね。これは。初項。 マイナス2そして確かに等差数列になってますね交差が1なんですいいよねマイナス21加えたらマイナス1マイナス1に1加えたら0 0に1加えたら1ね次は省略されてと2がいますよね交差1なんです初項マイナス2交差1の等差なんです はい、最後まで書き上がったから左側からゆっくり読むねこの数列の和は初項マイナス2交差1の等差数列ねちょっと等差数列という言葉省略してよ等差の20項の和なんですなんで20項かいねここです計が1から20まで変化してますから20項の和になってるんですだったらこれは等差数列の和の公式を使いましょうよ等差数列の和の公式を使うと 二分の項数、二分の項数ね、かける初項プラス末項、初項マイナスに、初項は足し始めの線とマイナスに足し終わりの末項を足すね、十七。そうするとこれ十ですよね。十、そしてこちらが十五です。百五十。 これが今回の括弧一番のシグマの計算式の計算結果になります。そして最後の2分の20かけるマイナス2プラス17の計算はオープニングのポイントの丸1番ですよ。オープニングのポイントの丸1。ここは1を入れていきましょう。オープニングのポイント丸1を活用して和の計算を行ったわけです。はい括弧1 ここだけしっかり押さえておいてね K の一意識は等差数列である等差数列をあたり具体的に書き出して初項と後差と項数を読めば等差数列の和の公式で計算できたわけですはいでは括弧一の解説はここまでとしますよでは次括弧二を出していきますはいでは括弧二番見ていきましょうねシグマ K イコール一から9 K イコール一から九ね二の形状 はい二の形状というふうに右肩に形状が乗っかってますねこれは等比数列らしいよねそうするとこれねどんな等比数列かが分かればどんな等比数列かが分かれば等比数列の和の公式を用いてこの和の計算は行えるわけです書き下していけばいいんですよここの K のところにね K イコール1代入 K イコール2代入 K イコール3代入ラスト K イコール9代入したものがこの 数列の和になるわけです。では、ヨシキイコールで書き出します。ヨシキイコール二の一乗ね、二の一乗プラス二の二乗プラス二の三乗プラス点点点プラス二の九乗。はい、K の箇所に右肩の K のところに一から九までを代入して、一乗は省略しました。 どうですか？公費2の等比数列で,ですね。初項が2、公費が2、項数は全部で9項です。これはどうなったか。初項2、はい、初項が2、公費は2が読み取れましたね。初項に高比2の 等比の和ででですす全部で何個あるかな9項ですね、はい、具体的にシグマの関係式を書き下したら基本的な等比数列初項に公比2の等比数列の9項までの和です9項の和ね。だったらあの公式イコール。 初項をかける公比比の公数乗1ね初項をける公比く比分の公比の公数乗1ねはい2-1は分母は1になるから省略ね2がいますそしてここの2を書きましたよかける、はい分子の式ね2の9乗はいくつだったかな 覚えてるかな指数法則や指数関数のところでちょっとコメントしたわけ2はね大体いい、えー、何乗ぐらいまで覚えておいてくださいねっていう説明したんだけど2の9乗はになります。そうするとこの計算結果はちょっと今ね加減になってたかもしれない2括弧2の9乗512-1ね511です。 2で最後はこの2の9乗が5122の9乗が512になるという数だけ慎重にチェックしてあとは掛け算ミスがないようにしてください。はい、今回の2番このシグマは等比数列の和を表していた等比数列の和は和の公式を使って計算できたということです。 はい、では例題の解説はここまでとします。はい、では練習問題を見ていきましょうね。シグマ k イコール1から n までですね。そしてシグマの右側 2k プラス1。この 2k プラス1は確かに奇数ですよね。そして例題のところで強調したんだけれども、シグマの右側が K の一意識だったら等差数列を与える K の一意識だったら等差数列を与えるこれは K の一意識ですから実際には等差数列の和ですこの等差数列は初項がいくつで多少割りのラスト末項がいくつなのかそれが分かればいいんです K が1から N ですから代入してどのような和の式になっているのか確認していきます今説明したこと理解できたかな これは等差数列の和なんですどんな等差数列か書き下していきましょう K に1代入してください K に1代入すると3ですよね K に1代入すると3です K に2を代入しましょう2を代入ね5ですねはい、等差数列交差2ですはい、じゃあ K に3も代入してみましょう K に3代入すると7です 最後に k にシグマの頭ねシグマの頭 n だから k にラスト n 代入すると 2N すすで間違いなくこれ等差の和でしょう。はい等差数列というね数列というえー 等差数列の和省略して等差の和と書いてきました等差数列の和、はい、これは何個足してます何個足してるかこれ見ればいいの k が1から n でしょ k が1から n ね k に1台に2台に,2台に最後 n 台にねだから足し算している項の数は k が1から n ですから n 項の和なんです ちゃんとこれも今確認しましたよ等差の和等差の何項の和 n 項の和ですだったら等差数列の和の公式使います二分の項数はい n 項の項が足されているね二分の項数ね初項は三、真っ項は 2n たす1ですそうするとイコールはい 2分の項数かける初項プラス真っ向等差数列の和の公式だからねはい中括弧内は 2n プラス4になります。はいこの中括弧は 2n プラス、えー、2n プラス4ね。そうすると2分ので約分が効いて、実はこの式は n 括弧 n 足す2となります。これが今回ね練習問題で与えられた。 シグマが表している数の和数の和の意味を捉えて等差数列の和の公式で求める和を計算したわけですはいしっかりとこの3行を押さえておいてくださいね練習問題の解説はここまでとしますはいではね今日の授業のまとめをしておきますはいまず今回の授業のテーマは 1> 丸一と丸二と二つありました。ここが大事なんです。いいですか。丸一番のシグマの右側は等差数列の第傾向目の式が書かれています。しかし実際には実際の問題ではいつもこういう形ではないんです。何が大事だったかということなんです。シグマの右側が k の一次式ね。シグマの右側が k の一次式だったら等差数列を与える。等差数列の和だったら、その和の値は。 二分の項数かける初項プラス末項で計算を決めてあげればいいわけそして丸二番ねシグマの右側は等比数列の傾向目の式が書いてありますねでもね実際の問題ではここが k 一乗になっていなかったりするわけ右肩がね、えー、右肩に形状みたいなやつという言葉を使っておきます右肩に形状みたいなやつが乗っかっている数列の和は等比数列の和になりますその時には 必ず初項と公費を確認してこの和の公式を使うことです。これが今回の例題および練習問題のテーマだったわけです。ここをしっかりと押さえておいてくださいね。はい、それではこれで今日の授業は終わりにします。はい、皆さんお疲れ様でした。